昨日はあまり、まあ、一応トップタイムだったんですけど、あまりちょっと調子が良くなくて、で今日になったら、まあ、マシンのセットアップとかもすごくいい方向に向いてきて、で自分的にもいい感じで攻めれて、すごい良かったな。そう、ここまで来たら30秒台はちょっと入れなかったんですけど、ちょっとだからそこがまあなんか悔しいっていうか。でもずっと単独で走ってたね。そうですね、ずっと今日は単独でしたね。31秒前半ぐらいではずっとぐるぐる回れるようなセットになってきたので、そうです。明日はそう、ポールポジションからスタートなんですけど、そこからもう1回も抜かれない勢いでそのままぶっちぎって本当は勝ちたいです。